絶対に触れてはいけない粒子。この宇宙には見つけると人類の存在が吹き飛ぶかもしれない粒子がある。それ触っていいやつじゃない。科学ってすごいよね。小さな粒子を集めて宇宙の始まりまで再現しようとしてる。でもね、今物理学者たちが本気で震えてる粒子がある。それがヒッグス粒子。質量の正体を説明する神の粒子。発見されたのは2012年セルンの大型ハドロン衝突型加速器でと世界は沸いた。でもそこで終わりじゃなかった。実はこの粒子、うっかり刺激しすぎると宇宙の真空が壊れるかもしれないと言われてる。冗談じゃない。真空崩壊が起きたら光の速さで新しい宇宙の壁が広がって、今の宇宙はスパッと消滅、瞬きする間もなく全部ゼロ。こんなの都市伝説だろと思うかもしれないけど、ノーベル物理学賞を受賞したレベルの人たちが、いや、ありえると言って、なんだろう、もう起きてて、こっちに向かってきてるけど、まだ届いてないだけかもって話も。さらに言うと、ダークマターも怪しい、観測できない、でも確実にある。質量の 85% を占めてるのに、誰も正体を知らない。これ、宇宙のセキュリティホールかもしれない。触れたら即終了みたいなやつが、そこにいるかもしれないってわけ。そして巨時間、スティーブン・ホーキングが提唱した、時間が空間のように振る舞う次元。もし本当に存在するなら、時間に前も後ろもなくなる。カレンダー、完全に無意味。月曜日が永遠に来ないかもしれない。それだけは助けてほしい。人類が知らない粒子はまだ山ほどある。でもね、全部知ってしまった時、人類がそこにいられる保証はない。